マネ焼きから体がしんどさがきて、でも頑張ってやっていきましょう、というわけです。というわけで今回はですね、まあちょっと LINE の、前売りで LINE を登録している人はまあご存知かと思いますけど、まあ、新しい企画が始まりました。こちら、じゃじゃん、後輩の突撃、隣の挑戦者、園内にいるみんなが挑戦者。まあ、今回は1段目ということで、まあ、LINE ところから応募フォームを応募してもらって、まあ、当選した人 と その一般人と、まあ、俺が勝負するっていう企画で、まあ、ゲーム代金は僕持ち、勝ったら、まあ、景品あげますし、まあ、負けたらチャンネル登録してくれっていうすごいシンプルな、企画です。まあ、ルールは、まあ、その方が1回ずつ、まあ、やって、先に取れた方は勝ちっていう、もう本当にそういうシンプルな企画です。まあね、一般人を巻き込みたいっていう俺の要望からこの企画始まりましたんで、まあ、そろそろ多分来ると思うんですけど、第1弾目の方が、まあ楽しくやっていきたいと思います。非常に緊張してます。宇宙人怖いです。というわけでやっていきましょう。いくよ。はい、というわけで今回やっていきましょう。で、今回応募してくれた方はこちら、どうぞ。イエーイ。あ、お名前の方言っていただいてもらえますか。ナインです。ナインさん、よろしくお願いします。え、ちなみに私の動画いつも見てくれてますか。はい。あ、お前ですか。何て言った方がいいのか。なんで、おい、そこは好きって言えよ。というわけで今回やっていく商品はこちら、ココカラーの、ビーチテーブル。大丈夫ですか、こちらで。はい、やっていきましょう。じゃあ、先攻後攻どっちがいいですか。どちらでも。じゃんけんで、ね、いきましょう。はい、最初グー、さっきグー。じゃあ最初僕いきますんで、まあ、僕のやり方見てくださったら、まあ、大体わかると思うんで、まあ、いい勝負していきましょう。はい、じゃあ先攻後輩からいきます。なんかこれあれだな、1個の商品やからなんか強力っぽくなっちゃうけど、まあでもその辺を楽しんでやっていきましょう。うん、ミスった。ちょっとミスった。俺もじっとしてっから。うん、大丈夫大丈夫。ちなみにナイくんは、今、学生ですか。はい。今何歳、何歳とか聞いていいのかな。15です。15、若いね。15ってことは、中学生。はい。あー、なるほど。起きてなおうかな。結構その参考とかしてくださってるんですか、僕の動画で。あ、はい。ほんまっすか。まあ今こんな感じでちょうどあった。俺ひどいちょ。俺も聞いてたら、ちょっと今日ひどいな。カッとなるか、いろいろと。ちなみにナイン君は、なんかいつもこういう商品狙ってるとか、やってるとかあるんですか。アニメが好きなんで、アニメ。あー、アニメの系、アニメ系。フィギュアとか。はい、あれ、色もちょっとダメだな。今日ひどいな。うんじゃねえ。じゃあ結構やってるってことは結構重さじゃない？いい、全然。俺結構こういうのは結構苦手やったりすんねん。おはよう、今日今日来て。結構歴としては長い、そのクレーンゲーム自体やってる。いや、まだ1ゲームもやってない。お前でも俺より長いよ。俺本当に始めたばっかりからさ、まだ。あれだよ、こう YouTube 出るってことは友達にも見られるってことだからね。ないです、覚悟の上。え、覚悟の上か。そっか、よかった、ありがとう。今日暑いな、ほんま。でも本当に今日暑い、えぐいと思ったもん今日。ひどい。宣言をしながら喋るのってむずいっしょ。結構むずいっしょ。そう、ここら辺がね、もうきついんだよ、俺もいつも。何喋ろう。確かに普段喋らない。うまい。あー、でもそろそろちょっとここら辺で蹴りつけたいな。ワンチャン落ちたよな、もう。
あ、でもここでなちょっと上手いことやっちゃったらな取られちゃうかもしんねえからな。でも取れそうになったら邪魔するから。もちろん。ちなみにナイン君はあれ結構なんていうの彼女とかいたりすんの？いないの？モテないんで。え、それはね、それはね、俺も大丈夫。俺もないから、それは。え、なんか部活とか入ってるの？卓球部。あれだね、ピンポンだね。はい。え、今はってことあれか、春休みか、はい、今。いいね。あれだね、あの、この動画、全国に出てくるんだけど、あの、彼女も自然ですって言ってたら、なんかあるかもしれないよ。そういう話をして、ちょっと邪魔させるみたいな。あー、ダメだ。ちなみに卓球って、その、なんか、強い。いや、そこは。え、そこはね。なんかこう、大会とかあるじゃん。はい。ないぐらい。ちなみに、次プライベートの話ばっかりしてるけど。本当に、ないとかっていうのも聞かないぐらい。マジで下手くそな俺ってかさっか。泥仕合みたいにならないように。そろそろ取らないと。いや、もう泥仕合になってる。残念ながら。だって今ね、カメラマンさんが何考えてるか分かるもん。ああ、編集が大変になる。すいません。お、これは。いや、さっきと変わらないじゃん。うわぁ、うっそ、うまい。なんか、いや、マジ俺手加減してねえから。差し上げます。ありがとうございます。いや、今回初めてでしたけど、いかがでした？ちょっと動画に何か感想とかあれば。最初のミスが目立っちゃったんで、もっと最初からしっかりできればいいなと思ったので、しっかりもっと腕を磨いていこうと思います。まあ、今回やってみて楽しかったですね。はい、よかったよかったです。まあ、負けちゃったけど、まあ、またこういうのがあればまたよろしくお願いします。というわけで、口事故でした。ないんでした。バイバイ。皆さん、チャンネル登録はお済みですか？もしこの動画を気に入ってくれたら、下のチャンネル登録のアイコンまでクリックしてください。あと、コメントや高評価もぜひお願いします。